どうもこんにちは。ですね、本日は YouTube の収益化で一番大事なところをちょっと説明していきたいと思います。私の場合をですね、説明しますと、Google AdSense からですね、前回の銀行口座を、こちらはですね、ジャパンネット銀行で、銀行の申請をしましたところ、それは、却下ということで来ました。まあ、内容をちょっと説明しますとですね、Google AdSense からチャレンジデポジットの失敗のお知らせということで来ました。これはですね、まあ、失敗の原因としては3つほど書いてあります。まあ、ちょっと読みますと、お客様が入力した銀行口座情報が間違っているですね。この場合、銀行口座名義、銀行に登録された名前と異なる場合とか、で、次としまして、2としまして、入力した口座番号が存在しない。で、3番目が、お客様の口座が銀行口座振込、電子決算に対応してない。それちょっとここでは意味が分かりませんけど、意味が分かりにくいですけど、ここで一番大事なことはですね、要するに銀行の方がですね、外国からの送金をに対応しているかどうかというのが一番大事になります。他のですね、自分の名前の入力とか、名義人の入力とか、銀行口座とか、銀行番号とかの入力はですね、間違えるはずはありませんのでですね、で、一番やはり皆さん、私の場合もですけど、私の場合でも、ちょっと間違われる場合はですね、この失敗の、チャレンジデポジットの失敗のはほとんど、私は思うにですね、その銀行の方に問題があると思います。まあ、銀行が問題じゃないんですけど、その私どもが、Google AdSense に送った銀行がですね、要するに外国からの送金を受け付けてないということが一番問題だと思います。だから銀行もですね、もう今、インターネット銀行とかありますけど、まあ、どちらかというとインターネットというか、まあ、私が最初にしましたジャパンネット銀行は、これは外国からの送金はですね、しておりませんでした。銀行自体がしておりません。また、こちらからの送あの日本からの外国への送金もしてなかったと思います。だからこの場合、銀行の場合はですね、都市銀行ですね、都市銀行にされたがいいと思います。一番いいのはですね、そこに銀行に確認されて、外国からの、入金送金をしているかどうかを確認されてしてる確認されてされるが一番いいと思います。やはりここで失敗ときたらちょっとショックを受けますのでですね、だから私の場合、その後また銀行を調べて、こちらの Google AdSense の方に、この登録銀行をですね、まあ、追加とか追加ということ追加という形で再あのをあのメールで連絡しました。一応今日はここで終わりにします。では、ありがとうございました。